寒い真冬にはシチューみたいな濃厚サムゲタン。寒波が来て雪が積もった。今日のソウルは最高気温がマイナス11度。骨がうずくほど寒いこんな日はサムゲタンで温まりたい。ヨンドゥンポクにあるサムゲタンの名店、ホスサムゲタン。メニューはサムゲタン一つだけ。普通のサムゲタンはサラッとして透き通ったスープだけど、ここのサムゲタンは白くてとろりとしてまるでシチューのよう。これはエゴマの粉やもち粉が入っているから。美味しい。本当にシチューのような優しくて幸せな美味しさだ。鶏肉には塩をつけて食べる。とても柔らかく煮込まれていて、骨からほろりと外れる。一番のお楽しみは鶏のお腹に詰められたもち米。鶏のうまみをたっぷり吸い込んでツヤツヤに炊けている。サムゲタンは体にいい薬膳料理。中には高麗人参、栗、ナツメなども入っていて、体を温め力をつけてくれる。おかずはシンプルにきゅうりと唐辛子。これがみずみずしくてまろやかなコチュジャンをつけて食べると美味しい。ああ、おかずで出てくる唐辛子は辛くないことが多いけど、たまにとても辛いものもある。これは辛くないのか？辛いのか？いや、辛くない。そう思っても後から猛烈な辛さがやってくることがあるので要注意だ。辛いのに当たると5分以上はもだえ苦しむ。おかずのおかわりはセルフで。最後は鍋に張り付いたおこげまで愛おしくなるほど美味しいサムゲタン。とても寒いけれど天気が良くて美味しいスープがあるから、
韓国の冬もいいものだ。